大変大変、みんな大変、みんな大変、みんなみんなどこ行った、みんなどこ行った、あ、いた、みんな大変、すごい敵それた、今すぐ本屋に行って、もうこの動画とかいいから、もう消していいから、もう今すぐ本屋に行って、アマゾンでもいいから見て、動画とかもういいから早くこれを買って、もう大変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 やから、大変やから。いや、山名はさ、急にさ、出てきてさ、あ、どうも山名です、お願いします。はい。急に出てきてね、山名わけわからへんこと言ってるわって思うかもわかんないですけど、すごいテキスト出たよ。本当に。これもうやばいよ。紙テキストやで。本当に。もう登録販売者のみならず、のみならず、何言ってんねん。登録販売者の受験生のみならず、現役の登録販売者も買った方がいいテキストやとはっきり言えます。これテキストね、普通の定価で2600円なんですけど、もう2万6000円出してもいいです。はい。もうそれぐらいの紙テキストです。もう今すぐ本当に買ってください。はい。しかもこのテキストね、売り切れ続出なんですよ。そう。なかなか買えないらしいんですよ。なんか本屋さんでもなかなか、品切れ状態だし、ついこの間まで、アマゾンで、私紹介しようと思ったんですけど、アマゾンのリンクがね、もう出なかったんですよ。品切れで、在庫なしになってたんですよ。でも最近やっと復活したみたいなんで、見つけたら即買ってください。で、こちらの、著者の方ですね、村松先生と言って、私が、先日、コラボをさせていただいた、はい、村松先生です。はい、素晴らしい先生ですね。はい。で、本日は、このテキストの良さを、余すところなく、可能な限り著作権に触れない範囲で、やっていこうかなと、紹介させていただこうかなと思いますので、ぜひですね、興味ある方は、最後までご覧いただければなと思います。はい。まず大きさなんですけど、何と比べたら分かりやすい、ペットボトルがいいかな。ペットボトルと比べたらこんな感じ、こんな感じね。ペットボトル2本分、わかりにくいよね。あ、そんな一番わかりやすいのが多分これやと思います。はい。皆さんのどこにでもある物差しで測ると、そうですね、だいたい 1.8 カンナぐらいですかね。このテキストね、一言で言うんであれば、大人の図鑑、医薬品バージョン。っていう感じやと思います。はい。それが一番イメージしやすいかなと思います。成分単一でいっぱい載せてくださってるんですよ。で、それがすごくわかりやすい。とにかく本当に字も大きいし。このポイント結構重要じゃない？字大きいって。なんか細かくて何書いてるかわからへんって結構きついやんか。勉強する気をするし。そういうのも含めて大人の図鑑、わかりやすいっていう感じです。はい。まあでもこれ言い始めたらきりないな。そしたらまず今日の動画の運びとしては、まずは、受験生向けに、このテキストの魅力を5つに分けて解説します。で、その後、合格した人、合格した後の人へ向けての、こういうとこおすすめだよっていうところをお話をしていこうかなと思います。まあ、とにかくは、違うな。まずは、受験生の方が大半やと思うので、まずは受験生の、方に対してお話をしていこうかなと思います。はい。で、最後に私の動画なんで、まあ、はっきり言う、私のチャンネルですから、まあ、なんていうのかな、ネガティブポイント、うん、ここちょっとっていうところもちゃんとお伝えをしようかなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい。じゃあまずは受験生の方がね、見てはる人の大半やと思いますので、魅力を5つに分けて解説しようと思います。はい。まず1つ目、三章専用型ということです。はい。こんなテキスト今まであった？私は知らない。うん、多分ないんじゃない？うん。普通のテキストって、1章から5章まで全部一色多になって1冊のテキストにまとめてます。っていうのが普通です。そうなんですけど、このテキストね、ここにも書いてますけど、三章なんですよ。はい。受験生の大半の悩みなんです。この三章っていうのは。3章が一番難しかったよっていう風におっしゃる方が大半なんですよ。みんなここでつまずくんです。3章の中身っていうのは基本的にはお薬の成分名なんですよね。そう、だから実際の実務でもこの3章っていうのはすんごく役立つんですけど、大半の方がこの3章でつまずくんですよね。っていうのは薬の成分名なんて日頃使わないですよね。やたらカタカナが長くてね、もう噛みそうになるようなね、アリルイソプロピルアセチル妙素とかね、なんかそんなこと言わなきゃいけないわけですよ。そんなんであったりとか、なんか漢方やったら漢字がやったら多かったりとかしますよね。
そういうので皆さんやっぱつまずくんですけど、それをしっかり分かりやすくまとめてくださってるテキストがこれということになります、はい、でそうやって皆さんね、参照難しい参照難しいってなりながら暗中模索で勉強するんですけど、やっぱりテキストを追加したって結局は一冊にまとまってるわけですよ。だからそんなにね大差があるかっていうと、まあ、ある分あるものもあるけど、そこまで劇的にめっちゃ変わるかっていうような、そのかゆいところに手が届くかっていうと、はっきり言ってそうではなかった部分が大きいんですけど、このテキストはそうじゃないわけですよ。要はこれが出たことによって、今まで3章でめちゃめちゃ悩んでた人で、かゆいところに手が届かなかった人がこれを使うことによって、そうそうこういうのが欲しかったのよっていう感覚に陥るテキストですね。まんまり喋っていたらもう魅力5つに分ける前に全部言っちゃいすれば、はい、ということで1つ目が、3章特化型、3章専用型ということでございます。はい、次2つ目、魅力2つ目は成分が覚えやすいです。はい、まあ、さっきちょろっと言っちゃいましたけどね、あのね、このテキストの何がいいって、品質成分がめっちゃ明確なんです。これ本当にすごいなって思った。っていうのは、まあ、Amazon にねサンプルの画像が出てたんで、ちょっとそちらを参考にしながらいきたいなと思います。ちょっと出しましょうか。こちらです。はい、こんな感じです。こうやって左上にね星マーク振ってくれてるでしょ。この星マーク3つっていうのがよく出題されますよみたいな意味合いなんですよね。そう、こんな感じで星マークとかびっくりマークとかでそれぞれの単元ごとに分けてくださってるんですけど、これがとにかくめちゃめちゃ分かりやすくて、でなんもうこれだけでも分かりやすいんですけど、最後の方に付録でランキング乗っけてくれてるんですよ。もうこれがめちゃめちゃやばい。出る単語ランキング、出る成分ランキングみたいなのを出してくださってるんですよ。でしかも1位がめっちゃ意外です。もう著作権あるから言えないけど、え、それよりもこっちなんみたいな、なんていうのかな、すっごいこれってロジカルやと思いません？すごい理にかなってる対策というか、独学で勉強してはる方って何から手つけていいか分かんないし、どの成分が本当に重要なことなのかっていうこともいまいちやっぱ分かんないですよね。それをはっきりと過去にこんだけの回数出てますっていう傾向を出してくれることによって、それがしっかり対策に変わりますよね。だから独学で何から始めていいか分かんないっていう方はそれを重点的にやればいいんですよ。そう、分かります？でしかもね、この画像にも載ってますけど、上から、2番目かな、商品例っていうとこあるじゃないですか。ここには、まあ、クロロフェニラミンマリン酸塩の商品例は、エスタックビエンソフト、全然言えてない。エスタックビエンソフトニスキャップですよって書いてますよね。こういうのを私は見たことない。こういうのって、こういうことを、こういうことまで書いてくれてるテキスト。これってね、何がすごいって、ドラッグストアで働いてない人も、市販薬とリンクさせてイメージして覚えることができるんですよ。これって本当にすごいことなんです。あのね、っていうのは、私も含めて村松先生も先日ねコラボした時におっしゃってたんですけど、やっぱりねドラッグストアで働きながら資格取得を目指す方がやっぱ近道なんですよ。薬が身近にある環境の中で勉強する方が、あ、この成分ってこの薬のことを言ってるんや、まあ、その逆も確かにですよね。覚えやすいんですよ、そっちの方が。でもみんながみんなそうじゃないよね。独学で勉強してる人ってそうじゃないよね。そうじゃない人でもこうやって書いてくださってることによってめちゃめちゃイメージ湧くし、自分で調べることもできるんですよ。あ、エスタックニスキャップか、ほんとちょっとネットで調べてみようかなっていうこともできるわけですよ。だから例えばね、自分でこう当派の問題を作ったりしてね、工夫しながら勉強される方もいらっしゃると思うんですけど、こういうことができるわけですよ。エスタックビエンソフトニスキャップに含まれている抗ヒスタミン成分は何だったでしょうかみたいなことで逆に問題作れたりするわけですよ。なら、まあ、リンクしますよね。そういうこともできちゃうわけですよね。だから勉強方法の幅がめっちゃ広がります。だこうやって勉強できることによって圧倒的に無駄な時間が減ると思います。はい、ということで魅力2つ目が成分が覚えやすいということですね。はい、次3つ目、最新の手引き改訂に対応してます。はい、こういう方いません？今年勉強しようと思いましたと。そうなんだけど今年改訂があったっていう話も聞きましたと。え、改訂あったんやったら今テキスト買ってももう遅いんじゃねとか思ったりしてませんね？思いますよね。はい、大丈夫です。こちらのテキスト最新の手引きに対応してます。すごいよね、これすごいよね、本当にすごいと思う。この手引きの改訂があると受験生界隈はもうめっちゃしっちゃかめっちゃかになるんですよ。まあ、何が変わったんや何が変わったんや、それに基づいて結局問題が出されるので、これが変わるっていうことは一大事なんですよ。その一大事が今年起こったんです。そう、今年起こったんですけど、
こちらのテキストはもうそれにも対応してます。はい、だからこれが新しく増えた成分だよ、これが削除された成分だよみたいな風になってるんで、あの無駄な成分を覚えなくて済むし、新しい成分もしっかりと対応してるから、これに基づいて勉強すれば覚えられるということになりますね。なのでテキスト購入をためらっていた方っていうのも非常におすすめでございます。はい、ということでこれが3つ目ですね。はい、次4つ目、語呂合わせの女王です。はい。の語呂合わせの女王って呼ばれてるんで、私。ああ、素晴らしい。さすがですね。はい。村松先生といえば、語呂合わせの女王ですよね。はい。そういった村松先生の魅力が、このテキストの中の随所に散りばめられてます。はい。まあ、あのね、よくね、その、いい語呂合わせないかなとかっていうね、あの、質問もよく私自身受けるんですよ。でね、私ね、語呂合わせがね、正直考えるのがちょっと苦手。うん。なんか、みんなに言えないような、語呂合わせやったりするんですけど、すっごい覚えやすい語呂合わせであったりとか、面白い、ちょっとこう、笑ってしまうような、語呂合わせであるとかっていうのを、この村松先生はやっぱり語呂合わせの女王として考えてくださってます。はい。なので、本当に受験でそのまま使えるような語呂合わせがいっぱいあるので、そのまんま使ってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。だからね、語呂合わせいいのなんかないかなっていう風に、考えて探してらっしゃる方っていうのは、ぜひ参考にしてみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。はい、じゃあ次最後5つ目ですね。魅力5つ目は、がっつり漢方です。はい。漢方について、ここまでがっつり掲載してるテキストを私は見たことがない。はい。どれぐらい掲載してるのって思いますよね。はい。こちらのテキストね、全部で357ページあるんですが、そのうちの、いいですか ?61 ページを漢方に割いてます。はい。すごくない？いまいち伝わらへんよね。これね、生薬漢方ってあるでしょ。こっから生薬漢方の話が始まるんですけど、ちょっと中身見せられへんからあれなんやけど、こんな感じ。この分厚さ全部漢方です。すごいでしょ。こんなテキスト見たことないのよ。で、これにはちゃんと理由があって、いっぱい細かいことブワーって書いてんのって思いません？そうじゃないのよ。逆。丁寧に1ページ1漢方でまとめてくださってます。すごいよね。まあもちろん生薬はね、ちょっとまた別の話なるんですけど、で、この生薬もイラスト付きで書いてくれてるんですけど、イラストもそんなね、いっぱいいっぱいイラストがあるわけじゃなくて、必要最低限ポンってあるだけなんですよ。これがまためちゃめちゃ覚えやすい。すっごいなと思います。でね、やっぱ人間ね、イラストある方が覚えやすいんですよ。で、特に、登録販売者の通常のテキストって、生薬の名前とか全部カタカナで書いてるんですけど、これ漢字で書いてくれてるんですよ。だから、漢字で書いてくれていて、かつ挿絵もあると、やっぱり成り立ちとかイメージがしやすいです。うん。でね、この紙がね、一枚一枚しっかりしてるんですよ。だからそれもまたね、私の中ではすごく、まあこれは好みの問題もあると思いますけど、すごくなんか見やすいです。うん。はい。ということで以上5つ紹介しました。じゃあまとめましょうか。受験生向けの魅力ですね。はい。まず1つ目が参照専用型ということです。はい。次2つ目が成分が覚えやすい。3つ目が最新の手引きに対応している。4つ目が語呂合わせの女王ですね。5つ目ががっつり漢方です。はい。あ、ちなみに、赤シートついてます。はい。なので、スッと赤シートを挟むだけで、問題集に早変わりします。はい。これもまだ魅力かなと思いますね。はい。ちょっと付け加えました。はい。通常は、ここで終わりなんです。普通は、こんな魅力的なテキストですよ。どうぞ買ってくださいね。で、終わるんです。このテキスト、そうじゃないです。こっからですよ。私がね、このテキストで、一番すごいなと思ったのは、合格した後も、使えるよねっていうところなんですよ。テキストってね、普通のテキストって、まあ、ぶっちゃけた話しますよ。ぶっちゃけた話ね、合格後はね、もう用ないんです。使わないんです。見返さないんです。皆さん、合格した人、見返してる？日常茶飯事、カバンに忍ばしたりとか、店にちょっと置いたりとかしてます？しないよね、普通。なんでですか？使わないからですよ。そう。必要ないんです。でも、このテキスト。違うんですね。はい。例えばどういう時に役立つかっていうと、まあ、シンプルに、度忘れすることありますやんね。あの成分何やったっけ、注意せなあかん人何やったっけ、あ、やってはいけないこと何やったっけ、相談すること何やったっけ、とかいろいろありますやん。ね。さっき言いましたね。図鑑なんで、全部載ってるんです。基本的に。はい。なので、それを、そういう時に、度忘れした時に、使えるよねっていうのが、まず一つですよね。ただ、これ聞いたら、いやいや、そんな他のテキストでもできるやんって思いますよね。はい。こっからです。はい。私が一番おすすめなのは、さっき言いましたね。
がっつり漢方載ってるやんっていうことなんですよ。はい、これどういうことかっていうとね、登録販売者試験って漢方の問題もほとんど出ないし、すんごい合格した後丸投げ感で始まるんですよ。なんか合格したからいけるやろみたいな感じで始まるんですけど、いや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 みたいな感じなんですよ。実際そうちゃいます、新人の方ですよね。私実際そうやったんですけど、だから本当にね、それは合格したけどさみたいな、なんかそういう状態で現場に立たなきゃいけないんですよ。まとめてくれてるものもあるんやけど、一回 Amazon でね、漢方のテキスト検索してみて、もう本当にね、小難しいね、あのテキストしかないのよ。ガチ勢向けしかないんですよね。でもこれね、違うの。本当にすごいの。すんごいわかりやすくまとめてくれてて、さっき言ったように1ページ1漢方やから、頭に入ってきやすいというか、うん、いっぱい言われてる感がないんですよ。なんか、わからへん中で勉強してて、いっぱい言われたら、なんか勉強する気なくなりません？私そういうタイプなんですけど、そのいっぺんに言われたらわからへんはもうええわって思っちゃうんですけど、そうじゃないのよね。1ページ1漢方でまとめてくれていたら、じゃあ今日はこのページだけ集中してやろう。今日は、クフ、解毒等だけやろうとかね、カッコン等だけやろうとかね、思えるじゃないですか。そう、だから、それがすごくいいと思いました。うん。で、あともう一個。もう一個ね。これね、村松先生ならではやと思うんですけど、これサンプルの画像あったかな？あるわ。もう一回出しますね。はい、こちら。ね、一番下見て。クロロフェニアミンバレインサインの一番下。現場から一言ってあるでしょ。これすごいの。本当にすごいの。例えばこれで言えば、一般用医薬品で最も乱用される抗ヒスタミン成分の一つで、多数の商品に配合されてますって書いてますよね。こんなんね、普通のテキスト書いてないよ。合格して新人になりました。ね。何からやったらいいかわからないとか、何に気をつけたらいいかわからないっていうことありますよね。こういう時にこの現場からの一言っていうのがすっごい役立つ。ね、新人さんの必ず道しるべになりはず、もう全然言えてない。なるはずです。はい。要は、それを見て、あ、こうすればいいんだとか、あ、この医薬品、そういや村松先生こう言ってたよね、じゃあこういう対策してみようっていう対策が取りやすくなるし、何よりさっきも言ったように道しるべになるんですよね。だから経験者やからこそ言えるしっかりしたお話がちゃんと書いてます。しかもまとめられて、そうだ、これが合格した後でも使えるよねっていう風に思ったポイントです。はい。なので、他のテキストとは一線を画すと思います。まあ以上がね、私がね、このテキストをお勧めする理由なんですが、じゃあ最後にね、いやいや、そこまでね、都合のいいことってあるって思いますよね。はい。ということでですね、最後にですね、ちょっとこれはネガティブポイントかな、人によるけどっていう部分をお話をして動画を結ぼうかなと思います。はい。ネガティブポイント。はい。まあそんな多くないです。1個ありました。人によるよ。人によるけど、ちょっとね、分厚いかな。うん、と思います。はい。なんていうのかな。例えば、持ち歩きながらちょっと試験勉強したいなとかっていう時には結構カバンの中でスペースを取ってしまう。特に女性の方ね。あると思うから、持ち歩いて勉強する分にはちょっと厳しいかもしれないな。人によるけどね。っていう感じ。で、それはなんでそうなるかっていうと、私はこれ好きなんですけど、紙質がものすごいしっかりしてるんですよ。だからすっごいめくりやすいし、1ページ1ページしっかり見れるの。それはメリットでもあり、デメリットでもあるかなと思います。結局そういうしっかりしてる分、分厚くなっていくと思うから、それがだから、相性かなと思います。うん、そこはね。うん、だからもうそれは本当に好き好きなんで、それは皆さんが手に取って、一回その本屋さんとかやったら立ち読みもできると思うので、そこは手に取って一回質感とかね、確認してみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。まあでもそれぐらいです。もうそれ以外を、もうそんなんひっくるめたとしても、今すぐ買ってっていう感じ。はい。ということでですね、本日は、こちらの、村松先生の医薬品暗記帳、登録販売者向けのテキストですね、を紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。購入のリンクね、概要欄に入ってますんで、ぜひ、手に取って、勉強に活かしてみてもらえたらなと思います。はい。ということで本日以上でございます。この動画お薬になりましたら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それでは、皆さん合格目指して頑張りましょう。お疲れ様です。